バッキンガム宮殿を警備する騎馬警官騎馬警官は馬に騎乗した警察官のことである。現在でも欧米などで実用的な警備の手段として騎馬警官が活用されている。もともと各国の警察における執行隊としてしばしば設置されているものであった。かつて人が得得る高機動力の代表といえば馬であった。馬は警察でも パトロールなど様々な業務で活用されていた。その時代における、騎馬警官とは、今日でいうパトカーや白バイに乗務する、警察官のような役割を担っていたのである。しかし20世紀に入り機械の乗り物が普及していくと、ともに、警察でも、パトロールカーや白バイが導入されるようになり、騎馬警官の重要度は、相対的に下がっていった。それでも馬には、 自動車やオートバイにはない特徴、利点があるので、今日でも馬は多くの国の警察にとって欠かせない装備の一つになっている。特徴はいくつか挙げられるが、特に群衆のコントロールをするときに優れた心理的効果を発揮することが知られている。欧米では極めて実用的な観点から騎馬警官が活用されている。カナダ国家警察の英語名は、 ロイヤルカナディアンガマウンテッドポリスであるが、これは直訳すると、王立カナダ騎馬警察となる。米国の多くの都市の警察が、騎馬部隊を備えている。例えば、ニューヨーク市のそれは、米国の都市の中でも最大級で、79人の騎馬警官と60頭の馬を備えている。その他、国境警備にも活用されている。また、アメリカの州警察にも、 ステートトゥルーパーと称する機関があり、直訳では、周期兵である。ここには、西部開拓時代に、馬でパトロールしていた歴史が反映されている。現代の日本の警察の騎馬警官は、欧米に比べると、数が少なく、多くの人々の目に触れるのは、国家行事のパレード時など、主に儀礼的で、用いられており、その他の用途は少ない。 日本の騎馬警官群衆整理を行う騎馬警官エジンバラでのハンジーエイトサミットデモにて街頭警備、デモ警備において馬は非常に柔軟性のある機動力として欧米各国では今でも使われている馬は車両ほどの速度は出せないものの車両よりも柔軟な動きが可能で必要に応じて群衆を威嚇することも可能なのである雑踏警備や 街頭警備においては、馬であれば、車両では、入れない路地でも入ることができ、歩行者や他の車両を、馬自身の判断で避けられるとともに、人が歩くほどの低速で移動することも容易である。また人の背丈より高い位置から周囲を俯瞰することが、できる。群衆のコントロールをしなければならない場面で、騎馬警官は特に優れた働きをする。群衆が暴動を起こしかけ、 また暴動ではないがある一箇所に殺到する場合では大きな体育を生かして群衆に一定の流れを作り出すこともできる。何事もない時はただ立って尻尾を揺らしているだけでその愛らしい姿が人々の心を和ませる。群衆はボートと化した時警察車両に対しては容赦なく破壊行動を行うが生き物である馬に対する 直接的な危害を加えることは稀である。潜在的ボートであるデモ隊に対しては、騎馬警官が集結して、吐列を作ることで抑止力にもなり、デモ隊に対する突撃は、騎兵の衝撃力に類似した効果をもたらし、デモ隊を押し戻したり分散させるなどの制御が可能となる。この高い柔軟性と人々に対する心理的効果は、車両にはないものと言えるだろう。 欧米各国警察の騎馬警官は群衆整理のための技術訓練を受けていることがあり、技能を有する騎馬警官は人が直接行うよりもはるかに少ない手まで群衆整理を行う能力がある。現代的な機動隊が行うような群衆排除の手法が確立していなかった時代では、それに代わる七指的実力行使の手段であった。 大正時代の第一次護憲運動では、憲兵隊が牙で群衆を蹂林し鎮圧した。国境付近や国立公園、自然公園といったのや林や森林地帯などで、牙警官は、パトロールの主力として運用されることがある。なぜならばこういった地区では、道路がないあるいは貧弱な場合も珍しくなく、地区によっては、自然保護の観点から、車両の侵入が禁止されており、 自動車によるパトロール、警備が難しいため。馬はこのような場所において人が得られる数少ない機動力の一つである。騎馬警官はしばしば儀礼的な目的でも活用される。例えば国賓などのパレードが行われる際に、その先導に騎馬警官がつくことなどがある。かつての王族や貴族のパレードのような雰囲気を醸し出す役割を果たしている。 日本では、新任状を天皇に提出し、アグレマンを受ける外国の外交施設が馬車に乗り、それを皇宮警察や警視庁の騎馬隊が警護することは今でも行われている。これも主として儀礼的な目的と言えるだろう。フィクション作品、映画の猿の惑星、創世記において渋滞で自動車が使えない状況下において猿との戦闘に出動する。 騎馬警官隊が描写されている。以下に示したものは、一般的に見られるものを列挙しており、国や機関によって装備は異なる。対応する事案や国によっても装備は異なるが、総じて言えば、白バイ隊員と類似した装備になっている場合が多い。警視庁騎馬隊御社の他に馬艇がいる1903年9月21日、警視庁は、騎馬巡査14人を初設置した。 現代の日本の警察では、京都府警察の平安騎馬隊、皇宮警察本部の騎馬隊、警視庁の騎馬隊がある。活動内容は、学童向けの交通安全教育や、交通整理、パレードの先導や参加、森林情報提示等の警護といった、広報、儀礼目的が中心であり、その他、観光地等における、警備、巡回も一部行っている。 信任情報定式における公共三大の際の騎馬警護は警視庁と工具警察本部の合同により行われている。ありがとうございます。